はい、皆様こんにちは、キースジャガーです。2020年2月1日土曜日13時18分です。こんにちは。奈良県宇田郡曽爾村から、大阪市内の会社に帰りたいと思います。現在13時18分なんですが、残りの距離、最短距離で84キロございまして、この車は夜勤で使えますので、私は夜勤しないんですが、違う運転手に乗り換わって交代して夜も使えますので、15時ぐらいまでに帰らないといけないんですよ。カーナビの時間読みでいくと15時5分になってますね、今現在。あと1時間40分で帰れるかなみたいな、こんな曽爾村みたいな、こんな山深いところから、どこを通って帰ってもちょっと1時間40分はきついかなぐらいのところ帰ります。現在ここあたり気温4度と今出てましたね。雪降っております。ちょっとちらちらとね、4度と書いてるんですが、曽爾村役場っていうのがさっきあって、あそこの気温計は2度って書いてましたね。国道369号線奈良市街ではないな、奈良大阪方面行きです。三重方向ではございません。西の方に向いて走ります。あれの帰り道でこの前黙って撮影してたやつをアップロードしましたので、今日は南半田で帰りますって言おうと思ったんやけど、そっちから行くと時間かかるんですよね。困ったね。南半田は本日多分紹介するのが今日初めてなのでね、行き死は南半田通ってきたんですよ。いつも西名阪通るんやけど、紹介するがために。で、帰りもまあ同じように通ってやろうじゃないかと思ってたんですけど、ちょっと時間がないんでね、もうこうなってくるとね、時間優先となるとどうかな、ちょっと分岐点ぐらいまで行った時に考えようかな。残り時間見ながら、距離見ながら、3時21分、あと1時間40分なくなりました。まだ奈良県宇田郡全然出ておりません。曽爾村は出たけど、まだ宇田郡ですよ。宇田郡というか宇田市になったんかな、市町村合併で。ちょっとね、その区割りのことについては詳しくないんですけど、もう今荷物積んでる時と違って、全部下ろしてきてね、空っぽなんで、身軽なんで加速は素晴らしくいいんですけれども、道路ガタガタのところ行くとすごく跳ねるんですよね、荷物積んでないから。ならもう喋りながら走ってたら舌噛んでしもうたりね、もうムチムチになるんちゃうかぐらい首やられたりとかも、まああるかと思います。ガタガタのところだから走りたくないんですよね。走るにしてももうちょっと穏やかに走らないかんやろけど、まあまあのペースで走らせていただかないと間に合わないんですよね。ガタガタやなくて危ないよ。跳ねる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 。壱岐市もお伝えしましたが、この車イスズのギガ大型トラック、81万4486キロです。現在
まあ、81番走ってるからもうお役ごめんかなみたいな、そんなことございません。まだ中堅ぐらいです。150ぐらいまではいけるんじゃないでしょうか。まだまだエンジン元気いっぱいなんでパワーも十分あるんですけど、いや、イスズのトラックといえば私の動画でおなじみなのはもう椅子がギコ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 ずっと言うてるよみたいな、この車に関してはおとなしいでしょう、マシなんですよね。この車当たりやね。そんな当たりの車でちょっとハイペース気味で帰ります。のんびりとは帰れません。もちろん休憩取ってません。でさっきあのね、もう帰りあの道の駅寄ったりあのパーキングエリア寄ったりするそんな暇がないもんだから、ローソンとかに寄るわけにもいかないし、だからお客さんのところでトイレ借りたんですけども、借りなきゃよかったね、汚いトイレでしたわ。簡易トイレで、水洗でもあの簡易水洗でもなく、ただの簡易トイレでただの汲み取りやから、まあ臭かったし狭かったし、汚いところ借りてしまったな、手も洗われへんかったしみたいな。途中でこの道路ね、途中であの公衆便所が2カ所ほどあったんで、なんだこんなんがあるんやったら止めりゃよかったなみたいな、あんなところで、あんなところってお客さんのあんなところって言うてしもうたら、世界に向けてあんなところなどと言うてしもうたら失礼ではありますけれど、借りにゃよかったなみたいな言いながら、13時25分、あと1時間35分ぐらいですね、大阪着くかな。の残り距離77キロと出ております。難しいんちゃうかな、1時間半ぐらいで。とりあえずしばらくはね信号ないんですけども、前でブレーキバンバン踏んでるでしょ、あのトラックが。ペース上がらなそうやね、抜いてしまおうかしらみたいな、そんな感じでもありますけれども、どこまで行くんかな。その辺曲がったりしないよね、曲がるとこも止まるとこもないからね、しばらく道連れやね。これちょっとペースだいぶ落ちそうです。かといってこんなとこで抜くわけにもいかんしね、くれたら抜きに行くけどね、今のところそういう気配はございません。道狭いからそんなに飛ばさんでいいですけどね、めちゃくちゃ狭いんだ。狭いしカーブきついし、乾いてるからいいけど、これぐらいの気温やったらもうこう凍ってたりとかね、2度ぐらいはあるんで、その今から凍ることはないんですけども、夜中に凍ったやつが溶けずに残ってるみたいなことは十分考えられるので、日陰だけ雪があったりとか氷があったりとかね。なので道路が乾いてるからといって油断なさらぬように、あの安全運転でお願いいたします。今現在国道369号線369号線、宇田市灰原ですね。宇田郡じゃなくて宇田市のようですね、市みたいですね。カーブじゃなくなってまっすぐになると張り切って飛ばすね、あの車もね。まあ出せるとこ出してくれるんやったらもう浮かんでいいか、やりましょう。ゆっくりっていうわけにはいかん。ゆっくりっていうわけにはいかないんですが、まあまあまあ無理して抜かないですけどね。穏やかに運転していきましょう。名古屋ナンバー、堺ナンバー、なにわナンバー、奈良ナンバー、ここ奈良県なんですけど、奈良ナンバー、他府県ナンバーが多いんですよ。この辺観光地扱いなんですかね。残
こに何しに行くんかわからないんですけども、観光地らしいんですよ。だからね、今日土曜日でしょう。平日はね、すれ違わないんですよ、車と。土曜、日曜、祝日なんかは、どっち方向にも車が多いと。そのほとんどが他府県で旅行で来られておると。そういうことですね。この宇田市民の皆さんの車じゃございません。村の人のね、車ではないです。今のすれ違った BMW も大阪ナンバーでした。どうですか、動体視力どうですかね。これなんだ、奈良ナンバー、奈良ナンバー、奈良、奈良、東京から来ましたとかそういうことはないと思いますけども、落石注意、落石もそうですが、大雨とか降った時にこの辺土砂崩れとか木が倒れてきたりとかして道が塞がって通行止めみたいなね、田舎道やからなかなか土砂の撤去に来ないみたいな、2ヶ月も3ヶ月も通行止めみたいな、そういうことはあるかと思います。和歌山県の あの山ん中とか、奈良県の山ん中とか、三重県の山ん中とか、台風とかね、大雨とかで県道何百何十何号線通行止めってなった時に2、3日で開通したりしないですよね。十津川村とかあったっけ、和歌山やったかな、あれ。あんなとかでもそうやし、どっか何年か前に災害で通行止めになって帰られへんようになったみたいなことが、道路が塞がってしまってもう帰れませんみたいな、そんなことが何年か前あったと思うんですけれども、私はそんな目に遭ってないけれども、この辺もだから土砂が、地盤が緩んで土砂が道路に流れ込んできた場合、車を置いて歩いて帰らないかみたいなことがあるかもしれませんね。すぐに自衛隊とかは来ないですよ、なかなか。もっと人口の多いところを優先的にやるやろうから、村人だけの話でよかったらヘリコプターで救援物資で物資だけ送ってやるから、しばらく辛抱しなさいみたいな、そんなことになるかと思いますけどね。どうなんでしょうね。神戸の六甲のあっちの方でもそうですけど、災害で、あれ地震やったかな、震災でなったんやったかな、去年か一昨年か忘れましたけど、あれもね、半年か1年か開通しなかったですからね。六甲北有料道路やったかな、あれ。あの道路かなり交通量多いんやけど、あんなところでもね、その土砂崩れの復興いつまでかかってんねんみたいな、めちゃくちゃ不便なんですけどね。ございました、などと、いらんことを言うてる間にだいぶ降りてきましたね。まもなく分岐地点、13時33分ということは1時間半を切ったか、どうしようかな。残り距離71キロか。国道369号線宇田市灰原、西名阪で帰るか南ハンナで帰るか、南ハンナを紹介したいけれども南ハンナ乗るまでの道が混むか。
道まで、西名阪までっていうことであれば渋滞はしないか。悩ましいね。動画を撮影しておるという、このその都合だけでいきゃ名阪ではなく南阪南通りたいんですけれども、で西名阪のね動画っていうのはつい先日たまーって解説も何もしないやつをアップロードしたばっかりですからね。あっち回ってもな、アップロードしないっていう手もあるんですけどね。一応カーナビの時間読みは14時59分まで、時間2時間と短縮されましたけど、うわきついね。前から大型ダンプがどんどんやってくる。はい、まもなく灰原トンネルというトンネルがあって、あっち行くと、あっち行こうか、灰原トンネルまで行ってなんとか橋、あの橋を左に曲がってちょちょちょっと行くと桜井市の方行くんですよね。桜井から橿原を出て、そして南阪南行くかな、それか名阪国道行って西名阪に入り松原線で帰るかな、運命の分かれ道まもなく来るときはね、ここ曲がらずにまっすぐから来たんですけど、灰原駅の方から。これまっすぐ行くとね、めちゃくちゃ狭いんですよね。来るときは向こうから むちゃくちゃ狭いんですよねって言いながら来たんですけれども、あえてそんなところ通らなくてもいいかなっていうことでちょっと曲がります。めちゃくちゃなってるな。カーブを攻めたのであれです。後ろに置いてるカバンが動いてめっちゃかめっちゃかですけど、灰原トンネル、ご紹介するか。新しいルート渋滞してたらと、まもなく左方向です。どうしようもなくなるけどな、どうしようかな。およそ300メートル先、大きく左です。まもなく大きく左です。大きく左、ここの鋭角グギーと曲がれて言うとるんですけど、そんなとこは行かないんですよ。国道369号線、国道165号線に戻って桜井の方に走れとカーナビは言うておるんですけれども、桜井の方に向かって走るかもしれない知れないが、そっちカーナビが言うてる方行くとめちゃくちゃ狭い道通らないといけなくなるので、行くにしても別の道。新しいルートでご案内します。ハリインターまで10キロ。魅力的やな、このここを左曲がるかなみたいな。あちゃうわ、ここじゃないわ、なんとか橋や。やっぱりこれ坂登り切ったところに橋がかかっておって左に曲がれるようになっておるはずなんですけれども、
それを渡って国道165号線に行くのにちょっと住宅地見たら行けないかんですけど、そっちから行くと南半田ご紹介できるんやけどな、どうしようかな。あ、もう諦めたな、カーナビは。名阪国道ハリインターに向かって走るようにカーナビが進路変えましたね。サプライと書いてるでしょ。これを左曲がりゃいいんやけど、どうすっかな。カーナビはもう諦めてハリインター行けと思ってるのかな。1時間20分か、13時39分、皆さんに南半田をお伝えするべく左に曲がるのか、名阪国道行って西名阪入った方が楽なんやけどな、私的には。左曲がるか。はい、腹が決まりました。名阪国道に行くのやめます。桜井市から橿原市入りまして、南半田をご紹介ということで覚悟を決めました。ちょっとしんどいんですが、そういうことをしながら、時間もちょっとオーバーするかな。新しいルートでご案内します。その辺は腕でカバーみたいな。ちょっと予定時刻伸びました。15時04分までカーナビの時間より伸びました。それで済むかどうかね。あとは15時03分どうかな。あのね、桜井市に入ってからがね、結構土曜日でしょ、お買い物のお客さんというか車がごった返してると思うんですよね。いろんな村とか山の中から、ぞろ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 あちこちからわらわらと住民の方がショッピングに出てこられると思うんですよ。中和幹線という広い綺麗な新しくできた道路沿いに大きなショッピング街ができておるので、あそこにね、家でじっとしてなくてお買い物に来られると思うんですよね、たくさん。あそこの渋滞をなんとか抜けて、あと大和高田バイパスが無事抜けれると、まあちょっと脈はあるかなみたいな。大和高田バイパスもまあまあ混むし、あと皆さんにご紹介したくてそっちをわざわざ回るんですよって言ってる、その南半田っていう道路は一車線しかないんですよね。事故されてて通行止めとかなったらもう終わり、直ちに終わり。およそ700m先1方向です。ほど行きましたら国道165号線に出ますので、それを右に曲がって桜井市街地に向かいます。さっき大きく左に曲がってくださいとか言ってて、行かせようとしてた道がその道に通じておるんですよ。狭いところ通らなくてもこの道を通れば、その言うてるところには出てくるんですよね。最短距離ではないんですけれども、まもなく右方向です。はい、ここですね。カーナビの言うこと聞いてたら、これ左の方から来るような形で出てくるということやったんですけども、
世界遺産吉野大峰って書いてますね。世界遺産を見に行く感じの車はそんなにいないか。地元の車が多そうですね、この辺まで来ると。はい、国道165号線に入りました。国道165号線、桜井市街地をずっと抜けていく道っていうのはめちゃくちゃ古いあのガタガタの道で、道幅も狭くて、そして交通量も多くて大変なので、国道165号線これぼーっとこの道ずっと走ってますと、県道105号線中和幹線というのに出ます。今日はねちょっと途中まで中和幹線走りたいと思います。中和幹線を走って、あの大和高田バイパスの出発地点あっちの方に進路変えますから、で大和高田バイパスを全線全区間走って、あのそのまんま南半田道路に入りますんでね。南半田を降りていって三原まで行ったら阪和道につながります。前まででいいかな。もう今の時点で26分経ってるもんね。まあ、大和高田バイパスで1回切って、南半田は南半田でご紹介するか。ちょっと1時間ぐらいの動画になったらね、ボリュームが厚苦しいよね。こんな狭い道路ですが、下り坂も急やし、制限速度それでも50キロです。こんなところ50キロでかっ飛んだら、この両脇の民家の方がね、前車通るたびに地震でも来たんかっていうくらい揺れるかもしれません。ほんまに50キロ出してもいいんかいなと思いながらいつも走るんですけど、桜井市に入りました。桜井市、制限速度50キロ、国道165号線ですね。現在桜井浄水場の横を通っております。桜井浄水場と水質管理センターがあるんですね。橿原まで大和高田19キロ、結構ありますね。あと20キロぐらい走らないと高速道路に乗れないかみたいな。下道を20キロか、時間かかるね。現在時刻13時47分、大阪まで帰らないといけないんですが、大阪に15時ぐらいまでには帰って車次の人に引き継ぎっていうか渡さないといけないんですけど、タイムリミットがございます。あと1時間13分しかございません。着くでしょうか。果たしてみたいな。着くんでしょうか。着かんかったらね、具合悪いんでね。え、名阪、西名阪で帰っとりゃ着いとるものを、なんで南阪で帰ってきてんねんって言われそうなんで、つかないというわけにはいかないんですが、つくかつかないかはちょっと残り距離見ても微妙なんですけれども、この先の中和幹線の道路の混み具合によります。それがほぼ全てです。
まずに行ってくれ、頼む、頼みますみたいな。ここも結構狭いしカーブもくねくねしてますが、制限速度50キロですね。相変わらず子供がパッと飛び出しても50キロでバーンと行く感じですね。危ないですね。気をつけましょう。酒容赦ないね、こんなところ50キロで走ってはおばあさんとかがなんか自転車とか押してたりしたらもうバーンと引いてしまうね、50キロ行ったら。桜井東中学校来た、この左にあるのがそうか。一塊で中学校ぐらいの女の子が集団でいましたけど、結構いるんですね、ただ固まればって言ったらあれか、ミスってるわけじゃないんですけれども、国道165号線桜井市というところまで来ましたよ。まだしばらくちょっと道が狭いですね。そして桜井市に入ってきたらだんだんこうして交通量が増えてまいります。このままペースもっともっと落ちてくると思うので、これで時間食うと15時に大阪っていうのはちょっと難しいかなみたいな。40キロ切りそうですね。まあ道幅からしてね、こんな狭い道やったら30キロ40キロの道路であってもおかしくないんですが、制限速度自体は50キロです。ただ50キロで走ってもいいよということですが、道狭いし人も車も結構おるもんやから、こんなとこ50キロ用出さんのでしょうね。だからまあ一番前走ってる軽トラでも40キロぐらいで走ってるかなみたいな、そんな感じです。狭い、もう家の玄関の真横を50キロの道路がこうやって通るわけやから、およそ700m 先、斜め左方向です。窓を開けたら大型トラックとかが50キロでビュンビュン行ってるわけやから怖いね。はい、国道165号線はこの先左の方へ行きますと、桜井市街地ちょっと狭いんですけど、もう片側一車線の対面通行の道になるかと思います。狭い古めかしい街並みが続くと思うんですけれども、この先ね、そこで左に分岐しますから、その左下の方行くと国道165号線で、これまっすぐ行きますとこの高架道路、ここから中和幹線始まります。県道105号線、奈良県の県道105号線中和幹線、新しいルートでご案内します。寒い、クーラーかけながらカメラ冷やすためにクーラーかけながら走ってるんで、ものすごく寒いんですよね。外の気温が6度くらいしかなくて、そこに21度くらいの設定で夏用の設定くらいでクーラーかけてるんで非常に寒いんですけど、仕
ばらくこの中和幹線このバイパス続きますけれども、このバイパス区間が終わるといよいよ繁華街というか、右を見ても左を見ても超大型店舗みたいなのがずっと続くんですけどね。イオンの店舗がちっちゃく見えるぐらい、上信電機とかもでかいし、コメリとかああいうホームセンターもでかいし、イオンのショッピングモールが可愛く見えるぐらいのサイズ感っていうかね、土地がよっぽど有り余ってるんでしょうね。駐車場も何百台と止めれるような感じですけども、さっき来るとき見た感じ、その何百台の駐車場スペースがほとんど埋まってるぐらいの感じで、だからもう近所からとか遠方からとかいろんなところから車で買い物でいらっしゃるんですよね。坂を下ったら始まるかな、もう上信の看板が見えてきたな。あの辺りイオンとか上信があって、桜井市役所がもっと左目にあるんですけれども、およそ300メートル先右方向で、まだ始まらんといてくれみたいな感じ。しばらく左曲がらないので真ん中車線走るか。左側走ると店からの出入りする車にいちいち止められるのちょっと厄介なんで、ところまでまっすぐ行こうかなと思ってます。桜井の警察署、桜井警察署でございます。新しいルートでご案内します。引き続き県道105号線中和幹線走っております。イオンはもう今通り過ぎましたよね。桜井の消防署でかいな、綺麗だ。300メートル先右方向です。ああまだイオン通り過ぎてないわ。あれや、左斜め前にイオン見えてまいりました。斜め前が上信です。まもなく右方向です。今日土曜日なんでトラックはおりません。ほとんどが乗用車です。この乗用車がイオンに行ったりとか上信に行ったりとか、まあ今から見ていただいたら分かるんですが、中和幹線すごく大型店舗たくさん並んでますので、まあこの道路だからね、ここに集中して店舗があるもんですから、奈良県かいろんなところからで後来るんやろうし、10キロ20キロ圏内ぐらいの奈良県民の皆様車で来られるんじゃないですかね。でこんな道通ると信号少なくて道幅もそこそこあって綺麗な新しい道路で走りやすいやろなと言ってこんなところ来てしまうと、土日とかに来るとちょっと思わぬ渋滞にはまってしまう可能性はございます。こっちに来たので、名阪国道さっき、やはりインターの方向かわずにこっち来たので、もう迷わず南阪内行きますけどね。メガネ屋さんもでかいな。そんなにメガネ置くことあるかなっていうぐらいでかいですよね。で、西華ラーメン、これ奈良出身のラーメン屋さんかな、チェーン店ですけど。辛いやつじゃ分かったかな、サイカラーメンって。20年ぐらい食べてないですけどね。多分1回ぐらいしか食べてないな、それで。
和幹線県道105号線進みます。13時58分、あと62分ぐらいで会社帰らないと間に合わないですね。乗り換えが新しいルートでご案内します。私の仕事は終わってるんですけども、次の人にバトンタッチが間に合わなくなりますね。ダッシュダッシュ、右手にラム、左手にハマ寿司。ラムーもね、ラムーだけがあるわけじゃないね、これすごいね。ココイチのカレー屋があって、カッパラーメンがあって、鳥貴族があって、カッパ寿司もあるか、すごいね。ショッピングモール、メガネ市場もあるよ。でこの大型ショッピングモール何でもあるよみたいな、その店舗のすぐ裏側はもうすぐ田んぼなんですけどね、この道路に沿って店があるだけで、道路は 100m200m 離れますともう全部田んぼになりますね。走ってるうちはでもちょっと賑やかな感じがしますよね。ドン・キホーテが目の前見えてまいりました。寒い、ちょっとクーラー切ろう、本当に寒いわ。膝掛け欲しいぐらい寒いわ。農地というか雑草だらけですけどね。何の開発の手も入れなかったらこの農地が見えてるように、そんなに賑やかじゃないんですよね、もともとは。急にこんな綺麗な道路作って、急にこんだけ店たくさんできたというか、JA 奈良県マホロバキッチンやとか右手にあるやつ、フードコートとか農産品の産直コーナーとか、かなりでかい敷地でありましたね、今ね。食品スーパー奥山っていうのが右手にあるんですけども、この結構でかいやつが、こんなん名前聞いたこともないが奥山なんて思ってたら、この左側はスーパー奥山配送センターっていうのが田んぼ挟んで左手に見えてるんですけど、奈良県では名の通ったスーパーなのかもしれないですね。知らぬ者はいないみたいな。大阪兵庫でいうところの関西スーパーみたいな、滋賀県でいう平和堂みたいな、そんな感じですかね。スーパー奥山、和歌山県でいう大桑みたいな感じですかね。どうでしょうね。大桑って和歌山やったかな、三重やったかな、なんか三重やったような気もするし、和歌山やったような気もするし、まあいいか。なんか企んでるなこの車、そろそろ曲がるんかな、急に静きを出して。から指示器出すとかやめてほしいですけどね。合図してからやで、順番的に。はい、言うてたらスーパー大桑もあるんですか。およそ 700m 先、左方向です。左手の大きな大桑がありました。右手にくら寿司があります。そこら中に寿司屋あるね、こうやって見たら。かっぱ寿司もあったし、さっきはま寿司もあったし、
スターバックスがあるでしょ。靴屋もでかいな。そんなでかい靴屋いらんやろ。でかいですね。ユニクロも見えている。何でもあるな本当に。右側はあの自転車のサイクルショップ、朝日か。もうちょっと行くと業務スーパーがあって、その先にヤマダ電機ね。え、この道路沿いでほとんど何でも揃うんじゃないですか。あとでっかい病院があったら言うことないですよね。そんなに大きくないな。ハードオフがでかいか。ユニクロこそ客多いやろうから、もっとでかくてもいいやろうけど。ステーキミヤ、そんなもんあんのか。いきなりステーキとかはなさそうかな。信号で止まってるんやろうけど、それにしても長いな列が。はいはい、なるほどね。この先の 400m 先ぐらいで左曲がります。この400はいかんなぁ。飛んでるね。わちゃー。これがさっき言うておった私が心配しておった渋滞です。こんなことをやってるようでは、あと1時間で大阪には着きません。しゃあないけどね。左向けて一本裏側の道通ったらええんやろうけど、大型トラックやからな、あっち通れんのかな、わからんもんな。それが乗用車はバンバン通ってて向こう空いてるんですけどね、隣の一本隣の道は。ただでも混んでるっちゅうてんのに車が2台も出てきた。またしばらくあれ曲がられへんぞ。また赤になった。信号1回で 100m も行かないですね。看板見えてまいりました。そこの曲がると言うておる、そこ曲がりますと大和高田バイパスの方へ出ます。この先まだまっすぐ橿原バイパスっていうのが続くみたいですが、大和高田バイパスに入ってその延長線上にある南阪奈に行きたいと。で、南阪奈を全区間撮影してお届けして終わりたいなと思います。松原線また全区間走るっていうチャンスあるんですけれども、この前やったしいいでしょうみたいな。信号は変わってるんですけどね、なかなか行かないですよね。撮影時間50分か。あと10分ぐらいで大和高田バイパス乗って1時間ぐらいで1回やめたいですよね。大和高田バイパスで撮影もう1回仕切り直しで今度は南阪奈行く、ね、まもなく左方向です。そんな予定にしときましょうか。ま
もなく左方向です。ここは曲がられへんな、さすがに一方通行みたいな狭い、あれかジョリーパスタのとこか。ずらーっとつながってますね。保険の窓口あるやん。保険の窓口もね、説明丁寧やし、ええ感じですよね。コースがあるのと、まあちょっとこの先はごちゃごちゃしてて、道狭い道、継ぎはぎ継ぎはぎになるからややこしいですよね。まっすぐズドーンと向こうに抜けてるっていう感じじゃないんですよね。この先は古い昔ながらの街並みを無理やり通ってるような感じだから、右曲がったり左曲がったりしてすると思いますけれども、よいしょ、行け、行ってくれ、左曲がってくれ。まっすぐ行く車が、まっすぐが使えてるからって言って、ここで止まられたら私も曲がられんくなるからね。みんな左曲がってくれてありがとうみたいな感じですけどね。はい、曲がりました。保険の窓口でかいな、店。車業さん受けるやん。大阪のね、私がお世話になった保険の窓口の店はね、野田阪神って言って、駅前にあるやつは、あれはビルの3階ぐらいに入ってるんですけど、4、5人相手できるかな、どうかなぐらいの狭い、ちっちゃいとこですけどね、大変お世話になりました。今のところ車だけでも10何台置けそうな大型店舗やな。残り49分で会社帰れるでしょうか。残り距離53キロ、怪しくなってまいりました。たどり着けなそうです。どうやらちょっと足が出そうです。はい、うわ、この牛みたいな犬すごいな。ダルメシアンやったっけ、ダルマシアンみたいな名前の101匹のワンちゃんみたいなやつですよね。どこで売ってるんやろ、ペットショップとかで売ってんのかな。注文せな、そんな簡単には置いてなさそうやけど、なんでなんで、ちょっと勘弁してくれよ。先ほど中和幹線に入る前に、国道165号線こっちに左に分岐しますって言ってた分、それがここに出てくるんですよ。この左から出てくるやつ、これ国道165号線、桜石ヶ市狭いところ、抜けてくるっていうのがこの左から来る分です。かなりの台数車出てくるでしょ、こうやって。こんだけね、行き来、車がこんだけわーっと通ってる割に道狭いんですよ、ものすごく。で、大型トラックとかもいっぱい通るし、今日土曜日やからあんまり通らへんけれども、それでもダンプが出てきたり、左側にトラック見えておると思うけれども、そんなんとすれ違うもミラー当たりそうなぐらい狭いんですよね、すれすれっていうか。電柱もニョキッと出てるからぶつかりそうやし、あんまり好きじゃないんですよね、この165号線の古い方の道。中和幹線は広いけれども、さっきみたいにね、お買い物客がいっぱいいると渋滞してしまうみたいな。でも今日マシやったですね、土曜日の割に。寒いからかな、あんまりもう寒いしお出かけやめとこうかなみたいな感じでしょうかね。
この道路橿原バイパスと書いてますね、カーナビには。まっすぐ行っても橿原バイパス、こっち曲がってきたけど橿原バイパス。およそ700メートル先、右方向です。ちょっと分かりにくい感じですけど、もう間もなく、右折レーン見えてまいりました。あの看板のところ、ここじゃないですよ、もう一個先ですよ。あそこ、右折レーン2車線ありますけれども、あれ右曲がると大和高田の方に行きますからね。まあ住所的には橿原市になるのかな、ここは。これ右曲がってちょろっと行くと、あの大和高田市に入ります。地域いらんかな、これ道なりでどうせ曲がってるからいらんかもしれない。ここ90度今曲がりましたけれども、このまままっすぐ行くと自然に大和高田バイパスに乗ります。大和高田バイパスをずっとまっすぐ行きますと自然に南阪奈道に入ります。有料道路お金がもったいないなという方は、南阪奈道に乗る前に降りてください。山越えということで県道を走れば別にお金使わなくてもいけるんですが、まあ、お金出されて南阪などを走った方が楽かとは思いますけれども、県道山越えするとまあ富田林とかあっちの方降りていくんですけども、慣れてるからそんなに大変やなと思えへんけど、まあ、お金節約って言ってね、節約しても大変やし時間かかるしやめといた方がいいと思いますけどね。はい、こっから大和高田バイパス国道番号165番がついております。あっちもこっちも165番やったり24番も、ここでも24番やけどこの先も24番やしみたいな、どないなっとんねんってなりますけどもね、継ぎはぎだらけなんですよ、あっちこっちにね、飛び地みたいになってて非常に分かりにくいんですけどね。14時16分になりました。大和高田バイパスは制限速度60キロです。ひたすら田んぼが広がってますね。もうちょっと行くと運動センターとかあったっけ、通り過ぎたっけ、プールみたいなのが左手にあったような気がすんねんけど、かなり 大規模なやつが。前に山がそびえ立ってるでしょ、これを富田林とかあっちの方に越えていく峠があります。あ、これあれやな、ジャンボスライダーみたいなのがあるけれども、これ橿原運動公園からですね、橿原運動公園の橿原プールかなというやつですね。ガチャー、なんやこれ、混んでるわ、左側は行かれへん。これ左側を降りていきますと国道24号線、右に曲がると郡山、左に曲がると京奈和道で、あれどこまで行くんやろな、和歌山方面か。京奈和道はこの辺り無料区間です。ちゃんと開通してないんですよね、五瀬とかあんな抜けて
その先どこまで開通してるのかちょっと分かりませんか、ケナード。今のところ国道24号やったんですけども、あのこの先もまた国道24号あるんですよね。あ、これ左見えてるかな、カメラ。これ左側、高架道路みたいにぐっと登っていってるのが、あの京奈和道無料区間、和歌山方面向きなんですが、途中でまだ完成してないんでね、2区間ぐらいしかないんちゃうかな。越せ過ぎたあたりで終わるんかな。どこまでできてるのかちょっと分かりませんけれども、で一旦橿原で降ろされるんですよ。ここのバイパスのこの大和高田バイパスのところで一旦降ろされて、でまた下道をずっと走って、次郡山の方に行くのにまた途中からバイパスが発生するんですけど、大和高田なんですけれども、もう少し行くと葛城、あの辺りを抜けると、今度もトンネル2つぐらい越えたら大阪府に入るのかな。で羽曳野とかあの辺抜けて、大阪府堺市三原区かな、三原区も市町村合併で堺市に入ったんかな、昔から堺なんかな、ちょっとわからないですけども、まあ、その辺りに出ますと。南半田の終点は阪和道に三原ジャンクションで接続いたします。で阪神高速松原線で会社まで帰ろうかなと思っております。あ、もうね、そろそろ南半田の声が聞こえてくるな。東室ランプ、この東室ランプ降りたところが、右に曲がると国道168、左に曲がると国道24、スーパードーム大和高田とか言って、あのパチンコのコマーシャルを ラジオとかでひっきりなしにやってる、あれがこの今東室降りてすぐのところにあるんですけど、はい、ここで一回動画切ろうか。この先南半田になりますんで、一旦切りますね。ご視聴ありがとうございました。失礼します。14時21分です。ありがとうございました。